はい、おはようございます。1月2日なんですけども、私のメールのータイムラインにですね、こんなのが飛び込んできました。ツイッターのハイライトで、ひっそりお金配りおじさんということで、前澤社長がです、ね、またやってくれましたね。100名様に10万円ってあるんですけども、その事業を応援してくださいってことなんですよ。どんな事業かと言いますと、13の事業があるそうですよね。で、その13の事業で、 全部で上場を目指すというね、とてつもないことですね。一つでも大変なのに、13の事業全部でうん。で、どんな事業があるのかなってちょっと見てみたんですけども、私ね、すぐにね、これが飛び込んできました。一人親の養育費保証事業ですね。これを応援したいなと思ってるんですよ。他にもね、こんな事業があります。ペットを幸せにサバの養殖、釣り SNS とかうん、他にも色々とね、ありますけども、 私ね、この一人親の養育費っていうのがもう左上に飛び込んできて、大体いい視線って左上から右に行って、そこから Z の形を書くように左下に行って、そして、えー、右下に行くそうですよね。私はやっぱりね、この左上の一人親のお養育費交渉事業っていうのが真っ先に目をついたんで、こちらの方をこうやってね、ツイッターで拡散するということにしました。で、ツイッター、Twitter、で拡散すると何が起きるかっていうと、もちろんあの、 10万円が当たるかもしれないんですけどももちろん私10万円当たったらこれはね事業にやっぱり注入しますんで私自身の利益を見込んでではないんですよやっぱりねこういう素晴らしいことをしている人がね、えー、本当一般国民の中にいて、えー、それでそれを応援する人がこうやって SNS などで集まってくるってのはすごいことだと思うんですよねでこれってこういうのは国がやんないと事業いけない事業ですよねで国が頼りにならないから国民が勝手にやってるというね 前澤社長が、うん、財務省の権限とか手に入れたら全てが幸せになるような気がするんですけどもね。はい。皆さんもぜひね、あの、フォローして、リツイートして応援してみてください。必ず皆さんが応援したい事業が見つかるはずです。まあ、フィンテック事業ってのもあるんですけども、それはまあ、私じゃなくてもね、応援する人いると思います。やっぱり一人親の養育費保証事業ってのがなんでこれがね、 もう未だに放置されてるのか、ほんとに気通る気持ちですよ。私も何かをしたいと思ってたんですけども、なかなかね、あの、グローバルにはできなくって、個人的に応援するぐらいしかできなくってね、なかなか気恥ずかしいものがありますけども、やっぱり事業者ってこうでなくてはね、何かで一発当てたら、それを社会にお返しするっていうことで、うん、なんかすごい存在感だなと思いますよね。前沢社長ありがとうございます。では本日は以上です。皆さんもぜひ、えー、応援してください。